はい、こんにちは。ブルブル高橋祐介です。ブルブル真田幸です。はい、はい、今日はこんな感じ堤防に来てます。そうですね、はい。まあ、今日はこの堤防でこの忍者リワーム、ジグエットワームですね。そうですね。これを使って今日はこれちょっとシーバス攻略じゃなくてボトムを狙ってフラットフィッシュ。あ、ボトムですか。ボトム狙いで行きたいと思います。はいはい、まあ、ボトム狙いといえばフラットフィッシュといえばヒラメマゴチ。そうですね、と思うんですけど、2種類が、はい、ここマゴチがなんか結構いるみたいなのでマゴチ狙いでちょっとやってみようかなと思います。わかりました。はい、まあ、いるみたい。いるみたい。自分釣ったことないので。あ、本当ですか。ここの堤防自体釣りがちょっとね。あ、僕も初めてです。初めてだ。初めてちょっとほぼ未経験、ここの場所初場所2人なんですけど、今日はじゃあ本命マゴチということで。わかりました。この忍者に使ってマゴチチャレンジしてみたいと思います。はい、釣れるといいね。いいですね。頑張りましょう。頑張ってきます。お願いします。はい、第1投。1投目。第1投目、おいしょ。まだここは結構浅くて2メーターぐらいしかないですね。まあ、この浅いは浅いで結構狙いがもう絞れるんで、まあ、もちろんフラットフィッシュ、やっぱ一番意識しなきゃいけないのはボトム。まずボトム取って、で、あとこれ一回スラック取るのも結構重要で、糸しっかり張って、で、こうボトムワインドして、最初このぐらいかなって思って5回ぐらいやったら止めて、で、すぐボトムつけばそこから離れてない証拠なんで、そのペースで OK です。たまに確認して、あ、ボトム今すぐ、今この上げてからポンでついたんですよ。なんでこれならボトム付近しっかり探れてるので、反応してくるやつがいれば食いますね。やっちゃいけないのはこの上げた後に1、2、3、4、あ、今ついたみたいな、これだとあのボトムから離れすぎちゃってるので、まあ、こっち狙いでは良くないですね。フラットの口結構硬いんで、ドラグズルズルだとかかんないんで、結構固めにしてます。で、忍者リは、上下にフックがついてるツインフック採用なので、こういうジグヘッドワームに普通のに比べたら下にも針がついてるんで、フッキング率はやっぱいいですね。で、マゴチがよくいるこういうスナッチはあの根掛かりの心配ないので、このツインフックが生きてきますね。で、忍者リのいいところはこの後飛距離ですね。もうスパーンと飛んできますね。こうしゃくってボトムワインドしてると、もう食った時はこのフォール中に食うことが多いんで、もう次のしゃくりで思いっきり重みが乗ってるって感じですね。そしたらもうそのまま合わせてもらって、まあ、竿だけじゃなくて、あとリールをもうグリグリ巻くっていうことが重要ですね。もう竿でこんなあの合わせるの結構たかが知れてるんで、もうスラック取りつつ合わせを入れるっていうのが、このボトムワインドでフラットフィッシュ狙う時の合わせの入れ方ですね。当たった？まだ？結構水が濁ってるね。かなり濁ってますね。ね、あっちから水の色ちょっと変わってるように見えるんですけど、ね、雨が降ったからかな。うん、結構マゴチ雨水嫌う。まあ魚はいますよ。魚はいるみたいです。大吉レーダーが反応してるんで大丈夫そうですね。よし、ちょっと移動しようか、上の方に。それ上がったら、はい、じゃあ自分が今日使用するタックルのご紹介をしたいと思います。ロットがダイワさんの9フィート7インチの MML クラスのものですね。まあ、柔らかすぎず硬すぎず適度に張りがあるモデルで、このワインドのこの入力を適度に助けてもらえる、この反発力があるものがいいと思います。で、リールですね。リールは2500番のですね。で、まあ、自分はレバーブレーキが好きなので、レバーブレーキドラグを使用しています。まあ、これなくてももちろんフロントドラグでも全然問題ないです。で、メインラインですね。PE の
0.85 使用しています。今日マゴチゲームでしたらこの 0.85 がベストだと思います。太すぎると風にちょっと煽られてやりづらかったり、水の馴染みですねが悪かったりするので、0.85 が自分的にはベストだと思います。はい、でリーダーですね、20ポンドですね、5号ですね使用してます。マゴチ派結構ザラザラ、口がザラザラしてるのと、あとたまにファイト中体に巻きついたりすることもあるので、あんまり細すぎないこのぐらいですね、適度に、20ポンドぐらいあれば問題ないかなということで、今日は20ポンド5号を使用します。はい、今日はこんな感じのタックルでやってみたいと思います。あー、なんだ、なんか当たったよ。食ったよ。起きた、来た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 、タモお願い。はい、シバスじゃないよ、本命じゃないか。これだ、さあ本命じゃないですか。本命じゃないか。お、本命だ、やった、お前行くよ。入った、イエーイ、しゃー、よし、本命、本命、いたよ、いた、いましたね。しかもいいサイズじゃん。やったー、よっしゃー、本命、釣れましたね。本命釣れた、よかった、いたね、いましたね。ちょっと濁りがきつくて心配だったけど、はい、あと横風が強くて、フォールのあたりはもうほぼ取れないに等しいので、うんうん、もうボトムワインドで、もう次のしゃくりの時に、まあ、合わせようと思って、もう、まあ、ひたすらボトムワインドしてたら、見事に次のジャークしようと思った瞬間に重みがゴンと乗ってて、このナイスサイズマゴチ釣れました。ありがとうございます。やったね、いるね、いますね、引き続き、はい、頑張ろうか。僕も釣ります、頑張って。あったれよっ、忍者り動画ロケです。大吉もいます、イエーイ。頑張ろう、いや頑張りましょう、これからっすけどね。さっきより風マシになったかな、ちょっとは。そうですね、ちょっとやりやすくなりましたね。やりやすくなったね、これで状況も良くなればいいけど。だよ、おら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 、待って待って、やばいよ、一発、マジで一発。ちょっと待ってね、なんだ、でも、おー、いいね、今行きます。マゴチの口は結構硬いんで、しっかりフッキングしてあげて、あとそれでも刺さってないことがあるんで、あとは緩めない、これに限ります。大きいですよ、いつも。おお、またいいサイズだ。お前行くよ。よっしゃ、入った。あぶねあぶねあぶね。よっしゃー。あぶねあぶねあぶね。入った入った入った。あぶねー。やばい。よしよし。嘘でしょ。二頭連続ですよ今。連続だね。よっしゃー、2匹目連発だった。二連発ですよ。二連発。色変えてね。復帰後一回目で一頭目で釣れた。びっくりですよ、うん、本当。これも割と遠かった。60メーターぐらい投げて、はいはいはい、しっかり離さないように5しゃくり目、50センチ以内をしっかりワインドしてきたら、ゴン。風がちょっと弱くなってきたので、当たりも取りやすくなってきたんで、もっとさらに明確な気持ちいいバイトでしたね。いいですね。よっしゃ。僕が投げてる間に1投目でピュッて投げたら簡単です。いやいや、まだまだいっぱいいるよ、多分これ。いいね、最高。こんな日中にスニーカーでね。いいですね、こんな最高に気持ちいい。よっしゃ、やりました。おめでとうございます。2匹目、イエーイ、頼むよ。いや、出ますね。本当にこの忍者りのボトムワインドってすごい強いんですよ。
結構自分こういうボトムの釣り、堤防でのボトムの釣り結構昔からしてて、まだ忍者リがない時は普通のワームだったり、あとスピンテールジグですね、ブレードがついたやつとか、あとバイブレーションでやったんですけど、まあ、それでもすごい釣れるんですよ。特にスピンテールなんかはやっぱボトムをスローにスーって引いてこれるんですごい釣れたんですよ。でワームももちろん釣れるんですけど、基本今までのこういうジグヘッドワームってただ巻きがメイン使い方なんですけど、ただこの忍者リ出た時にまだ出てないね、まだねプロトの時だ、プロトの時に普通に釣りしに行って、まあ、いつも通りスピンテールジグとか、あとは、まあ、そういうブレード系とか、あとバイブレーションいろいろ試して何も釣れなかったんですよ。でふとプロトの忍者リがあることに思い出して、でこのボトムワインド、ボトムを離さないのにこういうワンピッチのバインドしたら、もうそれまで釣れなかったのが嘘のように来るんですよっていうのがあって、その時 2,3 本取ったんですよ、ヒラメとマゴチを。でいやこれすごいかもなと思って、後日もう一回再現性試しに今度はあえて9時頃に行ったんですよ。もちろんみんな朝まずめがチャンスなんで朝まずめから行ってるんですけど、でそんだけ散々、まあその日もやっぱ人がいたんですけど、そんだけやった後に忍者リのボトムワインドやったらあっさり出るんですよ。でそれでもう、あこの釣りは確信持てましたね。この釣りはかなりのもうこのバイト引き出す力があるんだなっていうのはその時確信しましたね。当たったみたいです。やっぱり当たりました。でそこからこのボトムワインド忍者リでやるようになって、そうしたらヒラメマゴチはもうかなり釣れますね。で結構自分そういう釣りやってたのはシーバス狙いで全くダメな時とか、忍者リ、まあ、もちろんシーバスでも使うんですけど、何もこれもう今日釣れないなっていう時に、ただ何か釣りたいっていう時に忍者リ1個持って、こういうボトムワインドしていくと、シーバスではないけどヒラメとかマゴチとか、あとネザ、あとホウボウとかも釣れますね。基本何でも釣れるんですけど、かなりの確率、いい確率で坊主逃れができるルアーなんですよね。これぜひ皆さんも1個忍ばせてみてください。坊主逃れになります、シーバスでもフラットでも。だよ、マジで止まんない。来た、ゆっくりやってください、ゆっくり。これもいいやつ、お願いします。すいません、ちょっと待って。マゴチはね、友達いるなら友達に絶対ランディングしてもらった方がいい。かかってないことが多いんですよね、口に。よいしょ、貫通してないことが多くて、まあ、思いっきり合わせてしっかり貫通してればバレないんですけど、中途半端な針が乗っかってる状態だと緩めた瞬間取れるので、もう友達いるなら友達にネット準備してもらって、もうそのまま糸を緩めず一気にいきます。待ってください、いいサイズ、でかい、いいサイズ、ちょっとクリ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 、おーやばい、これがバレるんですよ、まあ、こっちはしっかりね。おお、どうですか、こっちやばいな、おおすごい、いいですね、ちょっとでかいよ、でかいよ、これでかいよ、よし行こう。待って、こんなギャグで、ちょっと待って、危ない、ちょっと待って、嘘でしょ、たまたまこれギャグすぎるでしょ、たまたま、すげーでかかった、すげーでかかった、危ねー、ダメに変わった、危ねー、おい、危ねー、何、ちょっと待って、何が、すげーいいサイズだな、伝わりました。本当に55とか50後半のサイズでした、今の。くるくる回ってくる。何これ、どうした、あ、ねじれて取れちゃったんだ。ここがねじれて取れたんだ。確認しなかったんだ、さっき。そこって取れるんだ。ここくるくる回ってたんですかね、多分。マジか。
俺も確認しなかった。いやーごめんなさい。いやいやしょうがない、それ俺がたとえランディングしてもやってたから、むしろ大吉の番じゃなくてよかった。いやーでもでかかった、でかかった、でかかった、普通に60近くあった、近かったね、全然ありました、すごいいいサイズだった。気を取り直していきましょう。本当に簡単な釣り、あの一見難しそうに見えるんですけど、ボトム取るじゃないですか。そうしたら一回ラインスラック取りましょう。これだけはこれやった方がいいです。水中でたわんでると予想以上に、あ抜けた、くわ抜けた、クワは浮いてるので、そうしたらあとはもうボトムライン、これは水深に合わせてこの間は決めてください。どう決めるかっていうと、こうやった時に止まったらすぐボトムにつけばボトムスレスレやれてます。ただ早すぎると1、2、3着底みたいな、それはもう浮いちゃってるんで、マゴチの捕食レンジから外れてます。なんでこう止めた時にすぐつくタイミングでしゃくってるのがベストです。なんで最初は5回ぐらいしゃくった確認して、ですぐボトムつけばそれはそこの水深に合ったしゃくりができてますね。これだけで1時間ぐらいのうちに3本かかってますからね。しかも釣りしてる時間はそのうちの半分ぐらいしか実際ないんでね、いろいろ撮影したりルアー変えたりしてるんで。このしゃくるテンポはもちろん水深によって変わるので、まあまりにもこれが悪用だったら次は忍者の L サイズ上げてったりしますね。だいたい自分は、まあ、3メーターから 8まで行くとちょっと大変になってくるかなって感じで、そこが M の範囲ですね。それより浅いのは S、 それより深いのは L に基本的にはします。あとは流れが速いところとかそういう次第なんですけど、水深で言ったらだいたいそんぐらいですね。今やってるのがだいたい水深4メーターぐらいかな、4メーターぐらいなんで、 M には多分ドンピシャリ、 4、5 メーターなんでドンピシャリですね。このピッチも速くもなく遅くもなく、そんぐらいでできてるんで、かなりテンポよく合わせも入れやすい。もう乗ってるわ。完璧じゃん。大吉、ネット確認。ネットの継ぎ目確認。わ、なんか今怪しいぞ、外れたぞ。やばいやばい。あ、ごめん、今でやめよう、まだやめよう、はい、怪しい。大丈夫、がっつりかかってるね。いくよ、はい。はいはい、オッケーっす。よし。よっしゃ。ちょっと多分途中でね、針感覚おかしかったんで、ちょっと針移っちゃったんですけど、これも忍者リ。でもこれも悪いサイズじゃないっていう。いや悪いサイズじゃないですよ、全然メスですよ、こいつも。ね、お腹パン。お腹パンパンの。で、こういうのはね、リリースしてあげましょう。お腹が膨れんでるのは、リリースしてあげましょう。こんな、日中にこんな遊んでくれる魚もなかなかいないので。なかなかいないですね。ね、この釣りは、楽しみたいので。いやー、忍者リワインド炸裂してます。最高ですね。最高。よし。大吉、僕ですね。分かってます。大丈夫です。大丈夫、いつも通りやれば、いつも通りやれば、いつも通りやれば大丈夫。焦んなきゃいい。よっしゃー、はい、おめでとうございます。イエス、イエイ。だよ。止めらんないわ。これはね、可愛いんじゃないかな。そんなことない。あー、もうもうあるな。かもっすね。危ない、結構危うい。しかも水面滑らしてきちゃったから、手前で元気っていう一番やっちゃいけないパターンですね、これ。よし、いけ。オッケー、入ったー。あざっす。おいっす、おいっす。4匹目。これはね、ポール中に食っちゃったパターン。パターンです。忍者リ、やばいね。やばいっすね。よっしゃ、ありがとうございます。4本目。4本目4本目だっけ。
そうだよね、5本目ですよね、うん、はい、まあでもあの60まだねいるからよっしゃ、あ、外れちゃったけど、うん、もうカットで、カットでいいですこれはあのこのシーンいらない、カットでいいと思います僕だ、でも釣り釣ってるもんすごい、もういらないって言われちゃいました、いや本当に忍者にすごすぎるよねえ、もう本当にこの釣り最高だよね、うん、おっしゃ、うん、カット、すげえカット希望してますこれですよこれ、もう次行きましょう次じゃあ、はい、はい、頑張って、大丈夫、いっぱいいる、頑張りますよ、よっしゃ、イエーイ、イエーイ、ゆうすけさん、これどんな感じ、テンポはしゃくってます、テンポは、はい、ボトムにつける寸前で、はい、もう一回跳ね上げてる、なるほど、これがだからボトムについてから今跳ね上げてるんじゃなくて、ボトムにつく寸前でもう一回跳ね上げてる、はいはいはい、じゃあボトムに基本つけないでギリギリを、今はつけてないか、本当ギリついてる、つく間際かついた瞬間に跳ね上げてる、なるほど、この連続の方がテンポもいいし、まあこれで食ってくるから、まあその確認は、はい、まあ、5回ぐらいこうやってしゃくったら見て、今もう今ついたんですよ、はいはい、こうポーンポーンポーンで跳ね上げた時に入って今飛んでついたんですよ、はい、ってことはもうほぼ水面、しっかりとそこを離れずにできてるってことだから、これが要はこうやって上に浮きすぎてると1、2、3、4でつくから、これだとダメだし、つきすぎててもダメ、はい、今日は微妙なところですね、そう、しっかりだからその自分のルアーがどこにいるか、はい、しっかり確認しながら、時々ボトムしっかり着底さすのを確認しながらやると、はい、いいテンポが分かってくる、だんだん、分かりました、ありがとうございます、おい、オッケー、オッケー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 、あっ、釣った、うわーもう甘い、惜しい惜しい、いるいるいますね、ういで、この釣りでもう一個大事なのが、はい、最初ボトムつけるじゃん、うん、そうしたらこの今この状態でしゃくっても、うん、実際 P ラインって浮力があるから、はい、水面で浮いてるんだよ、はい、だからそれをなるべく自分とルアーの間で一直線、今ここたわんでるんで一直線にしたいんで、最初しっかり何回かこうロッタを折って張る、でそしたら一回ボトムつけて、そこからしゃくり始めると不用意に浮かない、浮きすぎないでしっかりボトムをキープできるから、これも結構大事、最初たるんだ状態でやんないで一回糸張ってからやるとボトムキープしやすいから、全然違いますね、うん、これはかなりね、実はこのしゃくりだけじゃなくて、意外としゃくりかなと思ってしゃくり真似してても釣れない時とかは、このラインの太さだったりそういうのでこの糸付けが変わってるから、はい、この糸付けはしっかり処理した方がいいですね、わかりました、イエーイちょうど見てたよ、待て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 、ちょっと可愛いけど、ちょっと可愛いけど、まあ一匹だから、これは一本だから、一本だから、一本だから、だからね取るよ、これはねじ締め完了、お願いしますお願いします、かわいい、やった待って、はい、ぬっとが逆になってる、よし、このまま来い、おいおい、やったー、やったよっしゃーイエイよかった、一
本嬉しい、やったー、いいね、よかった、よかった。今近かったんじゃない、結構かなり近かったですよね。え、近かったね、はい、ちょうど見てたら綺麗に竿が曲がってたから、あーもう泣きそう、解放された、泣きそう泣きそう泣きそう、本当にもう、イエイイエイやっと、もうお待たせしました、皆さん本当に皆さん本当に確かに結構待った、待ってました、よかったよかった、もうちょっと俺も見てた、大吉がしゃぐった時に思いっきりグンって分かったから気持ちよかった、気持ちよかったですよ、よかったナイス、結構ね、かなり近かったですよ、近かったね、ね、今回近かった、回収しようかなと思った、あと 2,3 しゃくりぐらい、うん、1,2 トンって入って、うん、びっくりしましたね、うん、でも完璧に合わせてね、いい曲がりしてた、ニンジャリマゴチ最高、最高ですね、楽しいね、間違いない、ね、今だって10時ですよ、こんな土日中にね、うん、こんなにね、いやもうこんな爆鳥する釣りないよね最高、最高、ありがとうございます、よっしゃ、イエーイ、よかった、よかったですね、ちょっとこいつちょっとサイズがね、あまり大きくないから、うん、可愛いからね、逃がしたいと思います、そうですね、はい、これから大きくなってくれて、また楽しめるように、うん、はい、よし、あ、ちょっとこっち危ないかな、こっちに逃がします、ありがとね、バイバイ、バイバイ、おい、よし、イエーイ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 、よっしゃ、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、タイムアップとなりましたか、そうですね、どうだった、悔しかったです、うん、でも楽しかったです、めちゃくちゃ、確かに、はい、確かに楽しかった、最高でしたね、はい、もう、こんなデイゲーム、明るい時間帯にまごちがあれだけ遊んでくれればもう言うことなしかなと思いますね、しかもサイズもね、サイズも良かったですもんね、大体両型で最高のゲームとなりました、はい、でね、今日その立役者となったこのニンジャリですね、このニンジャリを使ったボトムワインドですね、まあフラットフィッシュ、あとヒラメなんかもよく釣れるメソッドになってますね、まあ釣っても今日引きも良かったし、あと食べても美味しい魚が釣れるってところがこの釣りのいいところかなと思います、はい、はい、皆さんもぜひこのニンジャリを使ったボトムワインド試してみてください、はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。